私の弱点は多分尻尾だ。尻尾を強く握れば息が抜けてしまうはずだ。俺らがそうだった。どうやって尻尾をつかむかだな。ピッコロ、おめ天下一武道会の後何した。一丁やった。では俺は倒せんぞ。そろそろ下に降りて近づこう。無駄だ。やつは妙な機械で俺たちの位置や強さが分かるらしいぜ。反応がもう一つしやがった。貴様待ってんだ。オラの息子ギャーギャーうるさい。それを身の程知らずとはこのことだ。ちょ、ジャン、オラだってな、ただ強くいいってもんじゃねえさ。こっちが作戦なんだ。聞いた風なことを抜かしやがって。その程度の力なら仲間にするのはやめだ。ただの足手まといになりそうな。もうお遊びはこれまでだ。二人がかりでこれじゃまるで話にならんな。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。な、孫悟空、貴様、新しいとっておきの技なんかないのか。すまねえな、はっきり言ってねえよ。ち、俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か。どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。だがこの技は
火を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様、その間やつと一人で戦って動きを止めろ。わかった、食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれよ。魔眼光殺法。ふん、しつこいやつめ。貴様だけだと？どっちが先に片付けられたいかの相談でもしていたのか。されるつもりはねえさ。お遊びはこれまでだ。デタラメを言うんじゃないぞ。助けられるわけがなさる。その前にお前が死んでしまってはな。プレゼントだ。遊びはこれまでだ。遊びはこれまでだ。遊びはこれまでだ。1330、すべての戦闘力を指先だけに集め。くそー、こいつら力を自在に操りやがる。油断したな。そこつかんだぞ。貴様、いつの間に。でかしたぞ孫悟空、しっかり尻尾を捕まえておけ。もうやめた。おとなしくこの星から引き上げてやる。騙されるなよ孫悟空。出任せを言ってるだけだ。頼む、信じてくれ弟よ。お願いだカカロット、信じてくれ。
様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん。出るや！そら！そら！もっと苦しみ、次は近いぞ。次は貴様の番だぞ。これでは避けられる。このガキ、くさまれ！くさま、まだそんな力か。ピッコロ、早くその技を。くそ、魔漢光殺法。この俺がこんな奴らに やられるとは。バカめ。何？この星にはドラゴンボールという意味。そいつに頼めばどんな。クソだ。だがいい子。はるか宇宙にいる。この俺がやられたことを知って、その二人がここに。一年。今度こそ貴様らの勝てる可能性はぜひ一年。な、そういうことだ。悟空、悟空ってばお前らしくないぞ。クリリン、死ぬっちゅうな。結構まあな。でも安心しろ。悟空、あ、消えおったぞ。そうか。しかし神様だったら安心してよかろう。貴様らはドラゴンボールを探せ。神のやつだが。な、何？嘘だろ。このご飯とかいうガキは訓練次第で強力な戦力になる。1年後にやってくるという2人のサイヤ人を迎え撃つには、そのためにはこの俺が鍛えてやるしかなかろう。孫悟空が蘇ったら楽しみに待っていると伝えておくんだ。その頃、地球より遥か彼方の宇宙のある星で。ラディッツめ、死におった。情けないやつだ、まったく。しかし、面白いことを言っていたな。ドラゴンボールとか、どんな願いでも叶うらしいぞ。よし、行こう。ラディッツを生き返らせるんだな。冗談言うな。あんな役に立たんやつはもういらん。俺たちがこのまま年老いもせず永遠の命をってのはどうだ。永久的に戦闘を楽しめるぞ。
なるほど。そりゃいいぜ。二人はドラゴンボールを使い、永遠の命を手に入れるため地球へ向けて飛び立つのであった。